月17日月曜日朝7時15分のホームポイントは正面から強めの昭和プラス小雨が降っていて、今日防水カメラで撮影してますけど最悪の撮影コンディションですね。波はそんなにないのに、うわ大変。ホームポイントの右はこっちの方が風をが緩いというか、今はそんなに吹いてないですね。うねりがないことはないという程度ですね。これからこの温床で上がっていくんですかね。これからって感じですね。気温はちょうど10度ぐらいですね。この位置が一番風を受けてますね。真正面から強めの温床はと小雨で、防水のビデオカメラで撮影してますけども、最悪の状況ですね。せっかく治りかけている風がまた繰り返しそうです。こんなことをしていると撮影は大変でした。小雨と真正面からの温床で最初から車の中からこうやって撮影すればよかったな。もう全身びっしょり正面から小雨で濡れてしまいました。帰ろう。